ノルディックスキーの NHK 杯ジャンプ大会は3日、北海道の札幌市大、倉山ジャンプ競技場、HS イコール137メートル、K 点123メートルで行われ、ピョンチャン五輪銅メダルの高梨沙羅、24、イコールクラレが128メートル、133.5メートルの合計251.2点で逆転 V。2年連続5度目の優勝を達成した。高梨はコロナ禍の今季、体幹やヨガのトレーニングを本格的に取り入れて、シーズン開幕を迎えた。先月24日のコロナ開校初の公式戦でも優勝を飾り、この日の V で今季4勝目となった。